ボス戦にね。お前さっきのオリエン聞いてた？お前は黙れ。カーソルでさ、右左に動かしてみ。最高のゲーム。今日やっていくゲームは、ヒットツアーワールドです。イエーイ。イエーイ。ついにですか。無理やり。ついに来ましたか。ついにこのゲームを我々でやる時がとうとう来ました。ちょっと悪いけど、俺のキャラダントツで可愛いぞ。ちなみに俺のキャラも可愛いし、めちゃめちゃプルンプルンだよ俺。あ、使いなの。え、なんで、あ、じゃあそんなロリなの。クソ可愛くない。ちょっと俺ロリなのか。なんでだけロリやん。俺だけデカすぎんだよな。高木お前、俺可愛くない？俺めっちゃ可愛くない？俺アリケンいいわ。アリケンいいわ。うん。なんかね、AI で描いてるみたいな。俺と一緒に走ってみ、自分の方向きながら。ほら高木、ほらやばくない？お前やばくない？お前羨ましいよそんな強さ。すげえ動いてる。すげえ動いてるこれ。高木のラーメンやばくないこれ。やばいやばい。え、こういうのを楽しむゲームじゃないのこれ？いや、まあそれもまあありますけど、あ、それもあるんや、ね、はい、ボス戦にね。早くね、ボス戦。え、お前もう行くの？その戦い方とか知らない状態で。ボス戦じゃないこれ。え、お前さっきのオリエン聞いてた？本当に。お前マジでやばいよ。お前社会人経験したことあるんだろう。最初にボス戦行ってくれなんか一言も言われてないぞ俺ら。時間も言ってたよ。ねえ、無理だと思いますって言ってたよね、ボスは。え、ちょっとえぐい。ガチャみたいなやつ回した？高級ペットのやつ。バニーガールが出てきた。え、なにこれなにこれ。ちょっと待って、クソ可愛いの出たんだけど。なにこれ。まあ俺これ絶対外れやろこれ。うわ、外れや。どうやって引いてる、どうやって引いてる。教えない教えない。残り時間が次の脇時間やって。あ、待って、出現してる。ボドカさんやばいっす。グランディールやばいっす。これグランディールにテレポートすればいいんじゃないですか。グランディール行くわ俺。グランディールどこっすか、マップの。グランディール分からん分からん。どこグリーンヒルしかない。やばいやばい。おい、グランディールやばい。来るな。みんなグランディールには来るな。グリーンヒルしかないっす。え、グリーンヒルに行けばいい。似てるし。お前は黙れ。いやだってどこにいんだよマジで。だからもうこれグランディールあるって。だからもうこのお前がいるとこは今テラガードっていうとこのカリックスやろ。カリックスとかにいるやろ。だからグランディールってエリアに行かなあかんねん。あ、じゃあ分かるよな。俺は分かった、そう、分かった。そういうこと。アリキング、君だけで置いてかれてんの。みんな、早く来てくれ。おるおるおる。絶対レミアおる。絶対にレミアいる。ちょっと待って、むずいむずい。レミア。ちょっと待ってな。じゃあもう、ムカつくな。右上の三等線押せやん。レミアにテレポート。そう。あと、あ、来た来た、どうもどうも。そう。レミア死ぬほどおる。あの、でっかいレミアがレミアか。そう、あれがレミア多分。待って、その方、全然ダメージ入らん。めっちゃ来てくれてるぞ。おかしい。レミア一撃で死んだんだよ。レミア殺せ、レミア。みんなレミア見ない。これレミア一撃でやられてます。油断すんなよ、油断すんなよ。無理。レミア無理。ガチで一本も減ってない。やばい、みんなこれ。で、なんで攻撃してるの。レミアに対応できる人はいいの。こんなダメージ入ってないのに、なんで攻撃してるの。この人は誰がダメージ出してるか。全然死んだわ。無理やもうこれ。ハカリョウエグ。インフェルドス行かない。インフェルドスはさすがに見に行きたい。こいつは行きましょう。インフェルドス行こう。せーので行こう。せーの、多分目の前にいるから。さすがにインフェルドスっつってもね。あれ、でもうわー、やばいやばい、でかい、やばいやばい、でかすぎる。インフェルドスでかすぎる。攻撃しといて、攻撃しといて。とんでもない、とんでもない。行け、ハンマーヘッド行け、ハンマーヘッド行け。やばい、ハンマーヘッド行け。ハンマーヘッド行け。お前、あいつなんかアホみたいに弓を撃ってるぞ。やばい、死んだ、ハンマーヘッド死んだ。高かった。第2のハンマーヘッド行け、ハンマーヘッド。いけいけ、倒せ、いけ。助けてくれ、これ。やめんなよ、攻撃やめんなよ。攻撃やめんな、マジで。おい、覚醒野犬がいる。やばい。でも、走った方が早いっしょ、俺ら。痛い。ちょっとかさ、丸釈迦見て、古代の丸釈迦見て、ボトカさん。お前こういうのが好きなんや。お前好きそうだな。いや、えぐい。やばい、あ、じゃあ夜見て、夜も同じや。おい、これえぐいって。お前これが好きなんだ。丸釈迦と夜えぐい。え、高木、丸釈迦のカーソルでさ、はい、ちょっとゆっくりめに右左に動かしてみ。すごいことになってるぞこれ。
よし、じゃあ終わりますかね。最高のゲーム。最後これ。いや、これ伝説やわ。伝説に来たわ。これは伝説級だ。じゃあ終わりますかね。はい。はい。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、みんなもやってみてください。もしよかったらやってみてください。まだ始まったばっかなんで、4月19、12かなんかにリリースされたばっかなんで、まだ1ヶ月も経ってないゲームなんでね。はい、まだ全然始めれるし、人も結構多いので。イベントもね、まだ期間内だよね。そうね、イベントもまだ期間内なんでね、やってみてください。ではお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。スマホ版もありますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。